はい、どうも、プロタンです。はい、ということで今日は、はい、腕トレでございます。というので、まあ、ここワイホジムなんですけど、結構ワイホジムね、減量して大会出る人多くて、今日はその人たちで溢れ返っててね、結構減量トークやら、大会へのモチベが高い雰囲気が出て、めちゃめちゃ俺も刺激もらってめっちゃいいですよね、今。で、今日は腕を鍛えてます。今、ちょっとね、腹の手術して、ちょっと腹筋もできない状態で、腹筋できない状態って大げさなんだけど、まあ、傷跡があってさ、裂けちゃうかな。あと足トレとかできないんだよね。足、めちゃめちゃ腹とかさ、腹高めるから。腕もね、週2、3回ぐらいやってますね、もはや。うん、まずはプリチャーカールで、バーベルの。いや、東京プロ楽しみですね。いろんな人が動画上げてたりしてね。よいしょ、モチベが上がるなって感じで。俺も来年出るか出ないか迷ったけど、まあ、このままだったら出たいなとかって思っちゃうね、本当に。大会って本当嫌なんだよな。大会いいんだけど、減量って本当に嫌なんだよ、マジで。仕事もなんかできるんだけど、マジできついし、本当になんかもうとんでもない競技だよね、この減量って。で、次が、まあこれはバーベルカール、プリチャーカールを5セットやりましたね。ちょっとでもやっぱ腕をでかくしたい。やっぱこれから夏に向けて半袖になる時があると思うんで、なんならもしかしたら企画で海行くかもしれないから、その時に腕鍛えとかないと、やっぱちょっとやからに絡まれちゃうから俺、ちょっとでも威圧させるってためで、腕鍛えてますね。で、上がんなくなったら反動使って、上げていきます。なるべく。これをまず5セット。これでもうバチバチに腕ほぼ鍛えちゃいますね。でもこれやってから結構良かった。なんか太さが。で、エリー君がね、まあ大会出る人のちょっと脂肪チェックしてて。で、俺も見てね。すげえ絞れてるなって感じで。やっぱり減量してる人が近くにいると目に見えてさ、顔つきとか変わってくるからやばいよね。雰囲気が。だからその筋トレのモチベを上げてくれるよね。エディ君も何これ、ガンダムみたいな体しとるよ。長袖だよ、長袖着てんのにガンダムみたいな体してんだけど、半端じゃねえな。で、俺もちょっとその話聞いてね、うわすごいっすねなんて言って、はい、それがまあ筋トレの醍醐味でもあるよね。まあ楽しくやるってのもそうなんだけど、大会に向けて頑張ってる人をちょっと見ながら俺も頑張るみたいな。で、自分も大会中だったら一緒に鼓舞しようみたいな。いや、マジで筋トレってすげえと思う、本当に。もうこの日はね、モチベマックスでしたね。俺もやるぞと。もう丁寧に腕を、はい、30キロで、まあ10レップぐらいかな、これは。はい。上げました。おりゃと。やってやるぜと。おりゃ。はい。もう一丁。おりゃ。はい、オッケー。いや、まだもう一丁。おりゃ。はい、いいね。これはめちゃめちゃ来ましたね。うん、そしてはい、その後5セット目はもう軽めにして15キロにして、もうなるべくストリクトだっけ、なんていうんだっけ、丁寧にもう収縮だけ意識してこれ上げていきますね。もう俺だって勝つんやって。この筋トレがいつか大会のどっかで、大会中のどっかのほんの一部に積み重なってるって、ピースとしてね、パズルのピースとして生まれていくんやと思ったら、もうやっぱ気を抜けないですよね。ワンレップワンレップ、ほんと、ワンレップ入魂だよね。そしてその後にフレンチプレス。もう最近これめっちゃハマってる。まあ、35キロで、まあ、10レップぐらいですかね。丁寧に。はい。10レップぐらい放ってあげていきます。俺やっぱりその大会に向けての動画上げてる人の動画はマジでモチベになる。金金さんの動画も昨日ちょっと見たんですけど、めちゃめちゃいいじゃんと思って。だから俺が次大会中あれをストックとして見たいなって思うよね。やっぱ自分は、まあ、努力してるって思わないけど、やっぱ絶対自分以上の人がいるわけでね、この世の中には。はい。その人気とかさ、知名度があるとかじゃなくて、世の中にはとんでもねえ人が努力してると。で、その人は努力だと思ってないと。そう思ったらやっぱね、負けられねえ。で、これも5セットぐらいありますね。これがめっちゃ好きなんだよな、なんか知んないけど。めちゃめちゃいいパンプすんだよ、このフレンチプレスが。ちょっとでも腕でかくしたいんだよね。そして次はケーブルにします。フリー終わった後はもうケーブルでスーパーセット、腕は。はい。で、さっきナローでプリチャーカールしたんで、今度はワイドで、はい。アームカールかな。普通に。で、レップ数もちょっと多めにして、15レップぐらい。で、ワンチャンちょっと、ドラッグガールっぽい感じで、上げていきますね。で、その後、まあ、15レップ、目指す12レップぐらいで、で、これはちょっと、いい意味でも悪い意味でも、がむしゃらにちょっとやっていくって感じですね。スポポン、ポンポン、スコポンって感じのテンポで。さっきは丁寧に、もうそこだけやったんですけど、今回はちょっとそのピンポイント、プラスその周りも鍛えちゃうみたいな感じで、結構、いい意味で雑に、ガチガチに鍛えちゃう。そしたらエリー君がね、プロタンさん、これプロタンさんですよね、インスタの。うん、そうだよ、つって。
プロダンさん、なんでこんなスタイルですか？8頭身じゃないですか？僕なんて3頭身なんですけど、どうしたらプロダンさんそんなスタイル良くなるんですかって、これ相談受けてますね。だからまあそれはしょうがないよなって言って、生まれ持った遺伝子っていうところもあるし、俺はイケメンだけど、まあ、エディ君はまあその顔で頑張っていくしかないよってアドバイスしてます。でそしたらエディ君落ち込んじゃってね、ずっとこうやって携帯見て、そうだよなって言って、プロタンさんみたいになりたいんだけど弟子にさせてくれませんかってね、この後言われるんですよ、人生の。そしたら、まあ考えておこうって感じで、まあ弟子は取ってないからね、まあ、そしたらエディ君こんな、はい、でっかい背中がちょっとちょっとね小さく見えちゃってね、はい、気持ちちょっと哀愁漂っちゃう背中になってるんですけど、まあ、それはしょうがないよね、うん。そしたらエディ君拗ねて言っちゃいました。もういいよ、師匠って呼びたいのにって言ったのに。で俺はまあそんな、じゃあまあいいよいいよ、お前今度話そうって言ってね、はい、まあこうやってねプレスやっていきましたね、そして次が、はい、もう1セットぐらい行こうかな。はい、これ結構来ましたね。やっぱちょっとある意味雑に鍛えるってのもいいよね。でも雑って言ってもほぼもう意識できちゃうから、そこに、うん、なるべく肩のフロント入れないで、はい、上げていきますね。それやっぱねカクカクした体になっていくんで、やっぱりなんかやっぱ面白いよね、筋トレって。やっぱデカさはやっぱデカくなっていくのってやっぱ難しいんだけど、この状態で、まあ、食事も俺ちょっと微妙だからさ、やっぱ仕事の本業の YouTube のやつがあるから。だけどその筋トレ変えてからやっぱなんか丸々としたっていうのもそうなんだけど、カクカクした感じになってきて、これめっちゃ映えそうな体になるなっていうのがね、自分でも分かってますね、でずっとこの体維持してるからね、結構すごくね、このストリエーションとかさ、肩とか腕のこれマックスのオフ期なんで、だもう減量したらもうすぐ射程圏内入っちゃいます。俺前ジンさんの動画でカボチャのことを話したんだけど、結構いろんな人から DM でカボチャやってますっていうのでね、好評受けて、俺あんだけ自分のチャンネルでカボチャすげえ押してたのにみたいなジンさんのチャンネル出た瞬間にめっちゃやり始めたみたいな。まあそうだよね、まあ、しょうがないよね。俺なんか誰も信用もしてくれないよね、筋トレのそんなさ理論とかさ減量方法なんて。誰も真似するやつなんていねえよ、しょうもねえし体も。ハンマーカールからのキックバック、まあこれも15ぐらいかな、15狙いで、うん、本当はハンマーカールもうちょっとレップ数重ねたかったんですけど、基本的に腕は伸ばすときにちょっと体も伸ばすというかね、その腕のところも伸ばすっていうかさ、伸ばして収縮って感じで、はい、体も使って伸ばしていくって感じですかね。腕引き離して引き戻すみたいなイメージで収縮してますね。でこれも結構雑にやってるようでめちゃめちゃ収縮を最後ギュッと意識してますね。でも戻した瞬間に上げるみたいな、そんな感じです。そして最後に、まあ、ワンハンドプリチャーだよね、これを最後に持ってきました。やっぱり最後なんかすげえもうバチバチに効いてるんで、はい、バチバチに効いてるからもう最後これでね、もう仕上げようかなって感じで。で、15レップぐらいですかね。本当はもうちょっと3頭鍛えようかなと思ったんですけど、まぁ、ちょっとボリューム多すぎるかっていうので、はい、でこんな感じで終わりました。で、この後2食食べて終わりました。ということで皆さんも頑張ってください。大会中の人とか特にね。今日のトレーニングが勝利につながる。ありがとうございました。